もうすぐハロウィンだね。今年も目いっぱい楽しむぞ。みんなどんなことする？そりゃもちろんお菓子をいっぱい用意してお腹いっぱい食べる。素敵。ハロウィンの時期にしか食べられないお菓子もたくさん売ってるもんね。ルピーは可愛い仮装をしたいな。作ってみたいデザインがいっぱいあるんだ。街もハロウィンをイメージした飾りや商品がいろいろあって、見ているだけでも胸が躍りますね。楽しみ、胸が躍るか。ねえみんな、ハロウィンがもともとどういう日なのかは知ってる？お菓子の日。かわいい仮装をする日。死者の世界から悪霊がやってくる、ちょっと怖い日でもあるんだよね。確かにそうですね。でもやはり日本では楽しいイベントというイメージが強いです。やっぱりそうだよね。だったら今年のハロウィンは、楽しみだね。のぞみちゃんのハロウィンお菓子パーティー。わあ、お菓子パーティーっていうくらいだし、きっと食べきれないほどのお菓子が用意されてたりして、ワクワクする。エマさん、そのバッグの中ってもしかしてサンドイッチ？作ってくるって言ってたよね。そうだよ、とっても美味しくできたから食べてもらえると嬉しいな。それにしてものぞみさんから突然連絡が来た時は驚きましたね。お菓子パーティーを開くからおいでなんて。ルビーもびっくりした。のぞみさん一人で準備したのかな。言ってくれれば手伝ったのに。ねえ、私も手伝うよって声かけたんだけど、当日を楽しみにしててって言われちゃったんだ。何かサプライズがあるのかな。こんにちは、のぞみちゃん来たよ。いらっしゃい。トリックはトリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうよ。さあお菓子をちょうだい。え、お菓子って？あれ、お菓子は用意してあるんじゃ。おやおや、その様子だと何もないのかな。じゃあ仕方ないね。いたずら決定。わあ、電気ついた。いきなり真っ暗になって怖かったよ。ねえ、のぞみさんがいないよ。どこに行っちゃったんだろう。あれ、バッグが、バッグがない。なんで？あ、メスだ。しかも、のぞみちゃんから？お菓子の代わりに美味しそうな匂いのバッグをもらっていくよ。返して欲しかったら追いかけておいで。いたずら好きの魔女より。魔女？一体どういうことなんですか？とにかくのぞみさんを追いかけましょう。ダメだ、ドア開かないよ。外から鍵がかけられちゃってるみたい。向こうのドアは？あそこから隣の部屋に行って廊下に出られないかな。それもちょっと無理そうだよ。うわ、ほんとだ、大きな鍵が取り付けられてる。これじゃ開かないね。困りましたね。のぞみさんもさすがに本気で私たちを閉じ込めるつもりはないと思いますが。大
丈夫だよ。追いかけておいでって言ってるんだもん。絶対何か方法があるよ。部屋のどこかにヒントがあるかも。あ、もしかしてそれを探すゲームってことなのかな。のぞみちゃんってば、やっぱり面白そうなサプライズ。ん？今の音は。お腹すいた。私もお腹ペコペコ。私もパーティーでいっぱいお菓子を食べようと思ってたから。はあ、朝から何も食べてないんだよね。皆さん、気持ちはわかりますが、食事はきちんと取らないと体によくありませんよ。食べ物、どこかに食べ物ないかな。部活の前に食べたお菓子の残りとか。あれ、ねえねえ見て、こんなのがあったよ。ラッピングされててかわいい。なんだろうこれ、石？それに紙がくっついてる。何か書いてあるよ。ん？うんうん、甘い匂い、もしかして食べ物？それドラジェじゃないかな。ドラジェ？ナッツとかキャンディーとかをお砂糖でコーティングしたお菓子だよ。5つまとめて結婚式の贈り物にすることもあるの。5つ？もしかしたらそのドラジェは脱出のヒントかもしれません。あと4つ、どこかに同じものがあるのかも。全部集めたら何か分かりそうだね。よーし、宝探しならぬトラジ探しやるぞー。おー、5つ目、みっけ。これで揃ったかな。やはり全て文字が貼り付けてありますね。ひらがなで、いが2つ、それと、る、あ、て。こういうのって、並べ替えたら意味がわかるんだよね。いてる、あ、い、る、い、あ、て、い、あ、いて、いる。あ、まさか。隣の部屋へのドア、最初から開いてたんだね。あの仰々しい鍵にすっかり騙されてしまいましたね。見ただけで判断せず、開けてみるべきでした。のぞみちゃん、どこに行ったのかな？探しに行こう！お、来た来た。無事に脱出できたんやね。のぞみちゃん、ここにいたんだね。なんかすごく久しぶりな感じがするよ。のぞみさん、いろいろお尋ねしたいことがあるのですが、ひとまずバッグを返していただけませんか。最初に言ったやん、トリックはトリートって。返して欲しければお菓子と交換だよ。お菓子？あ、それならさっき見つけたドラジが。あれ全部食べちゃった。お腹が好きすぎて。あっちゃー、残念。でもチャンスをあげよう。この魔女の宝箱を使ってね。この中には魔女の宝が入ってるんだよ。でも偽物の宝もたくさん入れてある。本物は1つだけ。それを見つけられたら返してあげる。よろしくお願いします。
魔女の宝箱に挑むのはルビーちゃんか。じゃんけんの神様に選ばれたみたいやね。さあどうぞ手を入れて。本物どれだろう。いろんなものがたくさん入ってて、わかんな。ルビーちゃん！なんか動いてる。この箱の中、何かいるよ。あ、言い忘れてたけど、箱の中には宝を守る妖精がいるからね。大丈夫？私変わろうか？大丈夫。ちょっと怖いけど頑張るビ。本物見つけたかも。これ金庫？すごい、本当に本物のお宝だ。これ本物のお金じゃなくてお菓子だと思う。大正解。表面の金は包装で、中身はチョコレート。この箱の中で食べ物はこの金貨だけ。つまりこれが本物。お見事だったね、ルビーちゃん。バッグは返すよ。ありがとう、のぞみさん。もうダメ、お腹空いた。やっぱりドラジェだけじゃ全然足りないよ。お腹ペコペコで部室まで歩けない。エマさん、サンドイッチ今食べちゃダメ。そうだね、私もちょっとエネルギー補給したいな。3人とももう少し我慢しましょう。部室に着けばちゃんと椅子に座って食べられますから。お腹ペコペコは辛いよね。よし、うちがいいものをあげよう。じゃーん、いたずら魔女のペロペロキャンディ。ありがとう、のぞみさん。どれもかわいい。迷っちゃう。ありがとう、のぞみちゃん、とっても美味しそう。いただきます。はあ、あ、うん、噛みちぎった。チカちゃん、そんな食べ方したら歯が。これチョコだ。本当だ、見た目は完全にキャンディーだったから気づかなかったよ。キャンディーと思ったらチョコレートだなんて面白いね。あれ、しおりこちゃん、ルビーちゃん、どうしたの？顔が引きつってるけど。チカさん、違う。はい、鏡どうぞ。うわぁ、ほんとだ、口のとこ真っ赤になってる。どういうこと？どこも痛くないのに。うわ、チョコにも血がいっぱいついてる。ソースと混ざってて気づかなかった。ソース？あ、このチョコ、中にイチゴのソースが入ってるんだ。甘酸っぱくて美味しい。もしかして口元の赤いのって。びっくりした？血のように真っ赤なベリーソース入りチョコだよ。よかった、怪我をしたわけじゃなかったんだね。まだあるから、しおりこちゃんとルビーちゃんも食べない？ほら、
それにも血のソースが入っているのですか？そう、いろんな種類を買ったからうちもどれが何なのかよく覚えてないんだ。食べてからのお楽しみやね。ただいま部室。なんか懐かしいね。脱出のためにみんなで頑張ったのがずっと前のことみたい。さて、こうして戻ってきたことだし、改めてお菓子パーティーを始めようか。ですが、肝心のお菓子がありません。閉じ込められた時に部屋中を探しましたが、ドラジェ以外に食べ物は見つかりませんでしたよ。大丈夫、これでも主催者やからね。ちゃんと用意してあるよ。よいしょっと、これで全部かな。すごい、この段ボールの中全部お菓子なの？隣の部屋に保管してあったんですね。段ボールには気づきましたが、てっきり学校の備品が入っているのだと思いました。さ、お菓子を並べたらいよいよパーティーの始まりだよ。みんな準備手伝ってくれる？うん！チョコにクッキーにマシュマロ山盛りにしちゃおうっと。サンドイッチはここに置くね。あとはお皿とコップを並べて。段ボールはこれが最後ですね。よいしょ。どうしたの？箱の中に骨が。うわ、骸骨だ。まさか本物？違うよ。上の方にぐるっと溝があるでしょ。そこに指を引っ掛けてごらん。え、あ、開いた。中に入っているのはお菓子ですか？つまりこの骸骨はお菓子の容器？偽物だったんですね。質感といい、大きさといい、本物ではないことは明らかなのに気づけなかったなんて、迂闊でした。うわー、ほのかちゃん、びっくりした。こっちの箱もお菓子が入ってるのかと思ったら、ヘビのおもちゃが飛び出してきた。ルビーちゃん落ち着いて、ただのお菓子のパッケージだよめちゃくちゃ怖い絵だけどなかなかパーティーの準備進まないね。のぞみさん、そろそろいたずら魔女からいつもののぞみさんに戻っていただけませんか？そうやね。うちもいたずらは十分堪能できたし、終わりにしようか。ただし、うちにゲームで勝てたらね。バルーンピニャータでお菓子集めゲーム。これでうちに勝てたらいたずらはおしまいにするよ。わあ、カラフルな風船で部屋がいっぱいだ。すごい。のぞみさん、バルーンピッ、何？バルーンピニャータ。風船の中にお菓子や紙吹雪みたいな飾りを入れて割って遊ぶパーティーゲームだよ。お互いに風船を割っていって、より多くお菓子を集めた方が勝ち。どうかな？チャレンジしたい人はいる？私、やってみてもいいかな？
風船の中からお菓子が出てくるなんてとっても素敵。見てみたい。エマさんならきっと勝てるよ。頑張って、エマさん。決まったみたいやね。じゃあ始めるよ。はい、よろしくお願いします。ドキドキする。お菓子が出てくるのは楽しみだけど、割るのはちょっと怖いな。ダメダメ、しっかりしなくちゃ。みんなのためにもたくさんお菓子を集めるね。えい。うわ、本当にお菓子が出てきた。チョコにキャンディ、それからダムネ。嬉しい。楽しんでもらえてよかった。でもあんまりのんびりしてるとうちが残りの風船全部割っちゃうよ。うわ、私も急いで割らなくちゃ。二つ目、えい。あれ、キャンディーが一個だけ。さっきの風船からはたくさん出てきたのに。そうそう、全部の風船に同じ数のお菓子が入ってるわけじゃないよ。たくさん入ってるのもあれば、ちょっとしか入ってないのもある。あと、一つでお菓子10個分のラッキーアイテムが入ってる風船もあるよ。頑張って見つけてみてね。お菓子集めゲーム、思ってたより大変そうだよ。では、集計が終わりましたので、勝敗を発表させていただきます。勝者は、エマさんです。やったー。ああ、残念。実際の数だけ見れば勝ってるんだけどな。エマさん途中でラッキーアイテム入りの風船割ってたもんね。割った時は驚いたよ。まさか本当に見つけられるとは思わなかったから。今回勝利の女神様はエマちゃんに微笑んだみたいやね。おめでとう、エマちゃん。約束通り、いたずらはおしまいにするよ。今度こそ本当に楽しいお菓子パーティーを始めよう。かぼちゃクッキー美味しい。空腹にお菓子の甘さが染み渡る。幸せ。そういえば、のぞみさん、あの宝箱にいた妖精って本物だったの？ああ、あれはぬいぐるみだよ。リモコンで動くやつ。タイミングを見ながらスイッチを入れたり切ったりして動かしてたんだ。宝箱のこともそうですが、私たちを部屋に閉じ込めたり、他にもいろいろないたずらを仕掛けたり、一体なぜこんなことを？たまにはこういうのもいいかと思って。楽しいだけじゃなくて、ハラハラヒヤヒヤもする。そんなハロウィンも面白いでしょ？そうだね、面白かった。私も何かいたずら考えておけばよかったな。来年頑張ろう。のぞみちゃん、何を切ってるの？パウンドケーキ？これはバームブラックっていうハロウィンのお菓子だよ。家で作ってきたんだ。このケーキ、占いができるんだよ。中に指輪とかコインとかの小物が入っていて、自分の分から何が出てきたかで来年の運勢を占うの。占いケーキか。のぞみさんらしいね。今回は小物じゃなくてナッツを入れてあるんだ。ナッツ入りが当たれば
来年はものすごく幸せな年になります。さ、みんな召し上がれ。いただきます。ナッツ入ってた。ルビーも入ってたよ。私も入っていました。私も全員当たりってこと？5人とも幸せになってほしいからね。この先も何かに悩んだり思うような結果を出せなくて苦しむことがあると思う。それでも希望の光がみんなを照らしてくれるように。のぞみちゃん、これ食べて。アーモンドクッキー。これもピーナッツチョコ。ピスタチオチョコ。フロランタン。くるみ入りのおまんじゅうです。どうぞ。え、なになに。私たちだけじゃないよ。これから先、のぞみちゃんも幸せに過ごせますように。みんな、あんなにうちからいたずらされたっていうのに優しすぎない？いたずらも楽しかったよ。来年もみんなで幸せに過ごそう。それでまた今日みたいな楽しいハロウィンパーティーをしようよ。うん、来年もその先もずっと一緒に楽しく過ごそうね。